こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。大統領候補のイチェミョンが先日ジムロジャーズと対談をしたようですが、今度はユン候補と対談したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。世界三大投資家で北朝鮮専門家のジム・ロジャーズホールディングス会長は、ソウルヨイドの国民の力の党本部でユン・ソクヨル国民の力の大統領選候補に会った。ロジャーズ会長は、韓国は今現在最も興味深く好きな国だ、多分ユン候補のおかげで韓国がすごい国になると予想すると述べた。これに対してユン候補は次のように話した。韓国について魅力的な投資先として考えている根拠とかありますか？ロジャーズ会長は、日本はおそらく韓国が統一されることを望まないかもしれない、統一された韓国は競争相手にならないとし、しかし防ぐことはできないと見通した。 TMZ 非武装地帯のない朝鮮半島について非常に興味深く考えており、本当に楽しみだ。私はこれに先立ちイジェミョン民主党候補にも会ったが、政治的に絶対に偏っていないとし、しかし韓国を助けたい気持ちだ。私は投票もできずお手伝いすることもできないが、韓国が本当に素晴らしい成功を収めた、そんな国になることを望んでいると述べた。朝鮮の平和が作り出す価値を非常に高く評価したロジャース会長に、ユン候補は韓半島の価値、国民の潜在力を高く評価してくださって感謝すると挨拶した。しかしユン候補はさらに南北の対峙状況を説明し、厳重な現実を強調した。ところが休戦ラインを挟んで南北が約40師団の兵力で重武装配置されている。北朝鮮側には数千発数千里のミサイル、長射程砲、ロケット砲などが配備されている状況で、韓国も非武装地帯が消えればいいが、今の現実がむしろ過去よりも良くなったとは言えない。安保リスクが非常に大きい現実だ。しかしロジャーズ会長は朝鮮半島の平和と統一のいい点をさらに強調した。ロジャーズ会長は、候補の話が正しい、韓国と北朝鮮が国防費に使っているお金が莫大だ、北朝鮮は言うまでもないとしながらも、38度線がない朝鮮半島ならその金、国防費をもし使わなければ高速道路を建設でき、ディスコを一緒に踊ることができる、どれだけ多くの金が集まるのか候補は想像もできないだろうと述べた。それではネットの反応です。この程度なら売国道、統一を語るのハミな亡国だ、現実を直視しない統一論はウクライナの NATO 加盟の試みと相違ない、国家は感性で経営してはならない、ユン・ソクヨルは絶対ダメだ、国際的な恥さらしだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。